ビルヘルム一世は、初代ヘッセン選定校。はじめは、ヘッセンカッセルホウハク。ヘッセンカッセルホウハク・フリードリヒ二世とその妻であった、イギリス王権ハノーファー選定校、ジョージ二世の王女、メアリーの息子。1743年6月3日に、カッセルで生まれ、兄のビルヘルムが、すでに養成していたため、四次となる。1764年には、 デンマーク・ノルウェー王フレデリク5世の王女ビルヘルミーネ、カロリーネと結婚し、彼女との間に二男二女を設けた。ビルヘルムは1785年10月31日に、父のフリードリヒ2世が死去したためヘッセンカッセル、紅白ビルヘルム9世となり、当時ヨーロッパ最大級と言われた資産を相続した。また、ビルヘルム9世は、ロスチャイルド家の祖である。 マイアー・アムシル・ロート・シルトと1775年に地をへ、1801年から彼に財産の運用を任せるようになった。ロート・シルトはこれを帰化とし、現代まで続くロスチャイルド財閥の基礎を築いた。1803年、ヘッセン・カッセルホー・ハクに選定校の資格が与えられ、ビルヘルム9世はヘッセン選定校、ビルヘルム1世となった。 しかし1806年、先帝公国は、ジェローム・ボナパルトを国王とする、ベスト・ファーレン王国によって併合された。そのため、ビルヘルム一世はホルシュタイン及びプラハへ亡命したが、1813年のライプツヒの戦いで、ナポレオン・ボナパルトが敗れると領土を回復し、1821年に死去するまでその地位にあった。なお、ビルヘルム一世は新生ローマ帝国が、 解体されたにもかかわらず、選定校の称号を用い続けた。ビルヘルム1世が死去すると、次男のビルヘルム2世が後を継いだ。ありがとうございます。